魔導士たちの町に危険が迫っています。まだ月は満ちておらず、このままでは目覚めることはできません。魔導士たちの町を守るには、誰かに助けを求めなければ。例えばそう、勇敢な心の持ち主です。ここが魔導士たちの町への入り口か。うわあ、ねえほら見て、すごく大きな絶壁だよ。絶壁じゃないよ、これは魔導士の銅像なの。胸がドキドキする。これくらいで驚いてもらっちゃ困るよ。ほら、あそこに大きな月が浮かんでるでしょ。わあ、すごく綺麗な三日月だね。見なきゃいけないのはその下だよ。あれこそが魔導士たちの町なんだ。へえ、なんていうか、すごく風情のあるところだね。でもなんだか少し寂しそう。よし、走る速度を上げれば今日中に到着できそうだ。さあ、ひとっ走りしようか。ムーンライト魔術師クッキーを見つけるぞ。えいえい、おお。へえ、疲れた。この魔法陣ってもしかしてさっき見たのと同じ？私たちずっと同じ場所をぐるぐる回ってる気がする。もう何時間も経ってるし、これは絶対変だって。まるで妨害の魔法にかかってるみたいじゃないか。ムーンライト魔術師クッキーに会うには魔導士たちの町に入るしかないんだよね。困ったなあ。暗黒魔女クッキーを止めるにはムーンライト魔術師クッキーの力が必要なのに。魔導士たちの町に入れないなんて見たことも聞いたこともないよ。一体この町に何が起きてるわけ？みんな、私ね、ちょっと歩きすぎたみたい。眠くなってきちゃった。え、いちご味クッキー？え、急に倒れちゃった。あれ、なんだか僕もすごく眠い。みんな急にどうしたんだよ。一体何が起きてるんだろう。あれ、どうしてこんなに眠たくな。勇敢なクッキー、勇敢なクッキー、ほら起きて。いちご味クッキーも黙って見てないで一緒に起こしてよ。うん、巨大なロリポップで叩いたら起きるかな。それでも起きなかったら僕が雷雲を召喚して起こすよ。雷雲だけはやめて。あ、やっと起きた。ちょうど召喚の呪文を唱えるとこだったんだ。ここはどこ？駅かな。目を覚ましたらここだったの。うわー、すごいな。あちこちに表示板だらけだ。汽車もすごくたくさんあるし、これならどこにだって行けそうだね。あっちでおやつを売ってるみたい。すやっと昼寝飴はいかがです。眠気も吹き飛ぶスッキリガムもありますよ。ユニークなおやつだね。食べてみたいな。今日こそは準備万端なんだから。ちょっと荷物は多いけど。今度はどんな夢を見るんだろう。うわー、すごく混んでるね。僕もどこかに旅立ちたくなってきちゃった。ねえ、しっかりしてよ。今はそんなことを言ってる場合じゃないんだしさ。僕たちが今どこにいるのかも分かってないでしょ。え、分かってないの？
てっきり僕が眠っている間に君たちがここに連れてきてくれたのかと思ってた。私たちも気がついたらここだったの。この駅のあちこちで見られる月と星の印から推測すると、もしかすると魔導士たちの町に近づけない理由と何か関連があるかもしれないよ。つまりここは魔法の駅ってことか。それじゃあここから汽車に乗れば魔導士たちの町に行けるかもしれないね。そんなにうまくいくわけないでしょう。あっちに駅員さんもいるみたい。ちょっと聞いてみるのはどうかな。おー、こんにちは。魔導士たちの町に行きたいんですね。ですから、はい、あそこの星屑プラットフォームのですね、あの汽車を ご利用ください。うわ、本当に行けるみたいだね。よかった。もう出発しそうです。お急ぎください。うん、ありがとう。よい旅を。そういえば、魔導士たちの町の駅は今は夢の帳で塞がれてるから、汽車の編成が変わったって言ってたのに。どうしよう。ごめんなさい。僕、汽車旅行は初めてなんだ。こんなことならスヤッと昼寝飴でも買っておけばよかったな。僕たちはムーンライト魔術師クッキーを探すために魔導士たちの町に向かってるんだから、そのことを忘れないでよね。うん、分かってるよ。うわー、向こうからかっこいい服を着たクッキーが出てきたよ。車掌さんかな。まったくもう、僕がしっかりしなきゃダメだな、こりゃ。はぁ、また列車が出発しちゃったな。お仕事お仕事。パパ、本日も当列車をご利用いただき誠にありがとうございます。このシュガークラウドエクスプレスの目的地は切符に書かれておりますので各自ご確認ください。まもなく切符を確認いたします。皆さん切符をご用意ください。切符が必要だったわけ？駅員さんが急げとしか言わなかったからなくてもいいのかと思ってたのに。ん？ちょっとそこのペタンコトリオ、切符を確認すると言いましたよね。早く切符を見せてください。僕たち切符持ってないんだ。まったくもう、夢の世界駅が初めてなわけじゃあるまいし。ポケットの中を確認してみなってば。え、切符が入ってる。ちょっと待って、そんなことより夢の世界って何のこと？ん？通りで平べったいと思った。みんな初めてだったのか。うん、しょうがないな。それじゃあ説明してあげよう。マニュアル、マニュアル、見当たらないや。それじゃあちゃちゃっと説明しちゃいますね。いや、ちゃんと説明してよ。ここは眠れるお月様が管理する夢の中の世界です。そして私は夢の中の列車を管理している車掌さんなのです。夢の中の世界？そんなの聞いたことないんだけど。当たり前ですよ。夢でできた世界があるなんてことが知られちゃったら絶対大騒ぎになりますもん。それもそうだね。
それで君たちの行き先はと。あの駅に行くの？ペタンコトリオ、この切符どこで手に入れた？どこかで盗んだの？ペタンコトリオって呼ばないで。どこからって、そもそも僕たちは切符の存在も知らなかったんだからね。ああ、そういえばそうだったね。すごく久しぶりに見た名前だったからついびっくりして、失礼いたしました。一体どんな駅なの？その名は魔導士たちの汽車乗り場。魔導士たちの町駅ができる前に一時的に使われていた駅なの。新しい駅ができて歴史の中に消えてしまった名前だけどね。それで君たち、ほんと絶対ここに行かなきゃならないの？いや、やっぱり行かなきゃダメか。だって切符はどれもみんな眠れるお月様からの招待状だもんね。眠れるお月様からの招待状？そう、眠れるお月様は夢の中の世界を見守ってくれてる方でね、この駅は夢の中の世界が始まる駅なんだ。招待されていないものはこの駅を見つけることもできないの。眠れるお月様？誰かが脳裏に浮かぶような気がする。眠れるお月様って誰？僕たちも会えるかな？会えるわけないですよ。あのお方はお忙しいんですから。そんなことよりもっと大変なことがあるからよーく聞いて。君たち、汽車を乗り間違えてます。ただいま駅がいろいろと面倒なことになっておりまして、どうしてこの汽車に乗られたのかわかりませんが、現在その駅まで行く汽車はこの駅を通っておりません。そんなポッポーですが、ご心配はいりません。切符をお持ちである以上、これはすべて眠れるお月様のご意志なのであります。つまり君たちは眠れるお月様の特別なお客様。このミルキーウェイ味クッキー社長が君たちを目的地まで安全にお送りいたします。でも汽車もないのにどうやって行くの？皆様、あちらの窓の外をご覧ください。汽車が空を飛んでる！夢の乗客たちに占領された列車です。線路を走る代わりにこの夢の中の世界を自由に走っているのです。うわぁ、本当に夢を見てるみたいだ。でもあれ飛んでるじゃん、どうやって乗るつもり？さて、こちらです。じゃーん、車掌の特権。お望みの列車に移動することができる通路をご体験いただけます。楽しそう。ゲームのステージみたいだね。おっと、そうだ、移動する前に終着駅まで行かれるそこのお客様。はい、はい。あなたをこのシュガークラウドエクスプレスの一日車掌に任命いたします。え、二度と経験できない特別チャンス。頑張れ、自分を信じて。ポッポー、それでは私たちはこれにて。ダメダメ、何もかもめちゃくちゃね。この窓もあの客室も全部めちゃくちゃよ。そんなこと言わずにみんなで羊を数えませんか？ほら、心が落ち着いてきたでしょう。羊が一匹、羊が二匹。乗客の話し声、星の落ちる音、それに汽車が走る音まで、
このすべてがまるで一つのオーケストラのようだわ。うわあ、客席がクッキーでいっぱいだ。少し緊張してきた。想像以上に興味深い場所だね。魔導士味クッキー、なんだかいつもと違うね。汽車の影響を受けたんだ。この汽車は夢の中の世界でも夢の影響が特に強い場所だからね。うん、大していつもと変わらないよ。そんなことより、これでもうまっすぐ魔導士たちの汽車乗り場に行けるんだよね。あ、ちょうどその話をしようと思っていたんだ。このままお望みの場所に向かうことはできないの。だって私が列車を操縦しないといけないから。私一人じゃ夢の中の乗客たちを押しのけて操縦席までは行けないもん。ってことはつまり、君たちにちょっと頑張ってもらわなきゃダメだってこと。さ、頑張れ。何？結局そうなるわけ？ねえ、君知ってる？この頃、軌道を離脱する惑星が多いんだって。そりゃ大変だ。そんなことじゃ心置きなく旅なんてしてられないな。惑星だけじゃないの？迷子の汽車とか夢の包みとか、もう事件だらけだわ。うわ、何この客室。体が浮かんでまるで宇宙にいるみたい。あれ、そういえば僕たちどの扉から入ってきたんだっけ？扉が消えちゃったってこと？もう誰か閉めたのさ。どっちにしろ操縦室まで行かないといけないんだし、細かいことは気にしない気にしない。まったく頼りにならないな。汽車の中と外の区別がつかないや。みんな、汽車の外に落っこちないように気をつけて。うわぁ、スタミナゼリーの雲だ。あれなんか希少な魔法生物にそっくりだよ。わぁ、遊園地の乗り物に乗ってる気分。夢から覚めたらみんな消えちゃうのかな。みんな急にいちご味クッキーを睨んでる。どうしたんだろう。あ、私何か言っちゃいけないことを言っちゃったのかな。ちょっと君たち、ひょっとして数字を見たかい？びっくりした。それ僕たちに聞いてる？ああ、そうだ。この汽車の中で数字は見てないかい？何か思い当たることがあるなら何でもいい、教えてくれ。特に思い当たることはないけど、どうかしたの？またもや失敗か。今度こそ当選番号が見られると思ったのに。この月明かりが邪魔をしてるんだ。いくら数字を見つけようとしても、この明るい光のせいで全然番号が見えないんだよ。そういえば町に夢の帳がかけられたんだって。なんてこった。それで近頃汽車に入る月の光が強まってたんだな。もう町も終わりに近づいてるのかもね。夢の帳ってなんだろう。多分魔導士たちの町のことを言ってるみたい。思ってた以上に良くない事態なのかもね。早く次の車両に行ってみよう。あれ、あっちの乗客たちが何か熱心に話し合ってるみたいだよ。昔から桃は健康な子供の象徴だったんだもの。だから豚の顔をした桃の夢は妊娠をしたことを知らせる夢よ。何を言う。豚の顔をお供えして金持ちになれるようにと祈りを捧げる村もあるってことを君は知らないのか。豚の顔をした桃の夢といえば当然コインが手に入る夢さ。いいえ、豚の顔をした桃だって結局は桃でしょ。夢の内容をどう解釈すればいいのか議論してるみたい。
すごく熱く語ってるね。おお、もうこんなところまで来てたんだ。ほら、こっち。君たちに見せたい客室があるの。さあさあ、いろんな食べ物が勢ぞろい。一口いかがですか？ここは食堂車みたい。飲んでる最中に眠ったことにも気がつかないぐっすりそうだから、星屑を混ぜて作った眠れる月クラッカーまで何でも取り揃えてありますよ。眠れる月クラッカー、美味しそう。お腹も空いたことだし、考えるのは何か食べてからにしようよ。いい考えだね。あっちの星がよく見える席、あれ？今、客室に惑星が落ちてきたわけ？大変！早く逃げなきゃ！こんなことは、眠れるお月様が解決してくれるはずなのに。あ、思ってたより悪い状況？皆さん、ひとまず落ち着いて。これくらいなら、なんとかなりそうだ。僕たちに任せて。なんとか解決できたね。魔法の力さえあればこのくらいのことはなんてことないよ。みんなお疲れ様。ねえみんな、ほら、あれ、客室の下にまた客室がある。惑星にぶつかって隠されてた客室があらわになったみたい。あそこで何か手がかりが見つかるかもしれないね。行ってみよう。もしもし。こちらオーロラ、シュガークラウドエクスプレス。何か問題が起きていますか？徐々に停車時の誤差が大きくなっているようですね。次の駅には予定通りに停車しましょう。すればいいのかわからなくて、ごめんなさい。車掌さんが急にいなくなっちゃったんです。この客室はちょっと雰囲気が違うね。すっごく大きなスクリーンがあるよ。ここは映画館なのかな。し、今は上映中だよ。魔導士たちの創造物だって？この映像の話って本当のことなのかな？本当かどうかは魔導士たちの町に行けばわかるはずだよ。全然操縦室に着かないじゃないか。せっかく教えてくれたクッキーに
文句を言うクッキーは誰？魔導士味クッキーだよ。そんなことにまで返事しないでよ。そんなに心配しないで。このすぐ次が操縦室なんだ。なんとか到着できたね。ほら、こっちに集まって。操縦室大公開。はい、みんな拍手。あ、そうだそうだ、鍵が必要なのよね。君さ、そんな心配しないでってば。はしごに登って屋上に出れば問題ないんだから。魔導士たちの町に何か起きたみたいだから早く移動しよう。それはこっちのセリフだよ。はあ、ついに到着。うん、クタクタだよ。でもちゃんと到着できたね。さあさあ、皆さんの切符をここにこうして差し込むと。経路を再設定します。目的地設定完了。これで魔導士たちの町に行けるんだよね。もちろん。お、ところでまだ話してないことがあったんだけど。私たちが無理やり目的地を変えちゃったから。自動で防衛システムが発動するっていうのすっかり忘れてた。ほら、あそこ攻撃寸前みたいにピカピカしてるでしょ。そのままにすると列車が傷つくこともあるから、今回もお願いしますね。私は君たちを魔導士たちの汽車乗り場まで安全に送り届けられるように汽車を運転しときますから。もう全然安全じゃないじゃんか。おい、じゃあ攻撃するよ。みんな準備はいい？あっち行け。ああ、まったく、もうかかってこい。魔法の力を見せてやる。やっぱり頼れるね。じゃあ、ポッポー、列車が出発します。次は魔導士たちの汽車乗り場。魔導士たちの汽車乗り場です。いいね、もう少し早く。あとちょっと、走って走って。やーっと、操縦室に何か入ってきたよ。大丈夫？ミルキーウェイ味クッキー。ミルキーウェイ味クッキー、やっと見つけた。車掌が列車を置き去りにするなんて一体どういうつもりだ。なんだ、オーロラキャンディー味クッキーか。ごめんごめん、私今忙しいんだ。なんだと、こっちだって忙しいんだからな。適当なやつだってことは分かっていたが、いくらなんでも運行中の列車から離れるなんて、マニュアルを存在に扱うからだ。こんな無秩序な世界ほど秩序が必要なんだぞ。この混乱している時に自分勝手な行動は許せない。オーロラキャンディー味クッキー。ミルキーウェイ味クッキー、お前に秩序というものを身をもって教えてやる。ちょっと、本気で怒ってるの？これには訳があるんだってば。はあ、ダメだこりゃ。とりあえず落ち着かせないと。みんな、ちょっと手伝って。いいよ、こういうのは僕らの得意分野だからね。ミルキーウェイ味クッキー、私たちの後ろにいて。来い、雷雲の力を見せてやる。終わった？もうこれで大丈夫かな。
そういうことは言っちゃダメ。よし、みんなよくやってくれたね。もうこれで邪魔するやつはいないよ。待って、ミルキーウェイ味クッキー。まあ確かに今回はちょっとやりすぎたかな。でも本当にちゃんと理由があるんだってば。だからちょっと頭を冷やしてて。お説教ならまた後で戻ってから聞くね。みんなありがとう。タイミングよく解決できてよかったよ。いいタイミングだったかな。そうそう、向こうのあれ見える？あれが魔導士たちの汽車乗り場だよ。やっと着いたね。はい、ついにムーンライト魔術師クッキーに会えるね。でもどうやって降りればいいの？おお、いちご味クッキーいい指摘だね。まともに止まろうとすると列車か駅が壊れちゃうよね。え、それじゃあどうすればいいの？どうするかっていうと、はい、じゃあ飛び降りて。ちょっと待ってて、僕が落ちる速度を遅らせる魔法考えてみるからさ。そうだよ、ここから飛び降りるなんて絶対無理。まったく、俺もタイミングなんだってば。えい！うわぁ！ミルキーウェアージクッキー蹴飛ばされた！落ちる！そんなに心配しないで。夢の中の世界はいつだって旅人に優しい世界なんだ。それにね、みんなのおかげで思ってたより状況が良くないってことが分かったし、私が手助けできればいいけど、状況が悪いことにも気づかなかったことを考えると私の役割はここまで。だから頑張って。よく分からないけど必ずやり遂げてね。君たちが眠れるお月様ムーンライト魔術師クッキーを救ってくれるって信じてるよ。あれ、思ったより痛くないや。勇敢なクッキー、勇敢なクッキー、ほら起きて。あれ、ここって